いや、ちょっとすみません、逃がさないですよ。はい、お願いします。中学用にしているのと、はい、美容師に求人募集に関わってて、はい、先日3つの案を見ていただいたんですが、はい、そのうちの一番左側の真ん中の赤い丸をいただいているところを大きくした方がいいご助言いただきました、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。案を2ついただいたんですけれども、はい、右側が A で左側が B で、この辺の大きさはいかがでしょうかというふうに。あー、なるほどですね。これちょっと実際プリントアウトしてみないと正直わかんないですよね。でも看板でそれで15万ぐらいかかるわけですよね、はい、回答としてはこれね、ぶっちゃけわかんねえっていう世界観になってくるんですよ。じゃあどうやって確かめるかっていうと、本当にもうね、その看板にめちゃめちゃお金がかかっちゃうんだったら、僕だったらこれもう印刷してチラシで巻くんですよ。チラシで小さい版でお金かけないでエリアに巻いてもどういうの反応いいんだろうって巻きながら撮れてたら、そもそもそれで終わるし、うん、ポスティングでいいっす。エリアに巻くんですよ、はい、で QR コードを変えてどのチラシから来たんだってことをもうエリアで確認しちゃう感じですかね。はい、承知しました。だからこれ一発一撃で決めなきゃいけないわけじゃないですか。なぜならでかいから、看板がでかくて金がかかるから、これ僕だったらチラシに出しちゃうかもしれないですね、はい、そしたらもう看板よりももっと外に行くかもしれないんで、それかあとはウェブか、ウェブ広告でどれが一番 CVR が高いのかっていうのをインスタで出しといて、要はページに出しといて、そう、そこでテストするんですよとかね、はい、はい、わかります言ってること、はい、だからもうね、わかんない、もうパーンってなった時にね、もうすげえでかいじゃないですかこれ広告ね。なぜならそこを埋めとかないとね、月額で縛りがあるから、もう何か出さないともったいないっていう。でもデザインチェンジに15万かかるわけじゃないですか、はい、インスタでちょっと載せてみて1ヶ月ごと変えてみるとか、それに対して広告一定の料金変えて、どれが一番見られたのかとかって決めていくんですよね、はい、テストをネット上でやってみるとかってなりますね、はい、だから先にウェブ上で LP で試したりとか、インスタグラムの広告で動かしてみるとか、お金がかからないところで500円とか1000円とかで燃やしてみるってことをやりながら、あ、これの方が良さそうだなとか、見た感じこっちの方がいいかなみたいな消去法で決めてたりとかすると思います。この発想が大事なんですよ、この発想、はい、でもこれ壁にバチコン印刷されたら美容師が募集しているってことがすごく伝わってきますね、本当に。1個、はい、どうぞ。黄色い枠の下ぐらいに、はい、QR コードをもう少し診察して、はい、一番集客ができているのは、はい、今カラーのワークで取れているので、はい、ひなのトグとかの簡単なお仕事からお願いしますみたいなので、ちょっと集客。ああ、そのワードはいいですね。それ気づきですよね。はい。すごく言おうかな。え、なんで言おうかどうか、僕にですか？はい、小さな半分かな。ちょっと待ってください。なんで言おうかどうか悩むんですか？私の問題です。いや、ちょっとすみません。逃がさないですよ。逃がさないですよ。なんで言おうかどうか悩むんですか？いや、なんでもないでしょ。でしょう。だからそれをね、強さとして持たないから、スタッフ間の問題になっていくわけじゃないですか。おっしゃる通りですよね。だからそこが相談案件じゃないですか、スタッフはね。はい。ずっと言おうかどうか悩んできて、今に至ってますよね、社員に対して。で、なんで僕に言おうかどうか悩んだんですか？自分の甘さなのか怖さなのかわかんないですけど、だって別にね、包丁を持って話し合ってるわけじゃないですよね。持ってるのマイクっすよ、マイク。僕言ったじゃないですか、数字的な数値っていうのはすごく大事ですけど、自分のことを一番大事にする経営が今後の課題ですねって言ったじゃないですか。顔色を伺って生きてきましたってなったじゃないですか。だから僕の顔色も伺わないんですよ。だから聞きたくて来てるんですよね。聞くんですよ。ほら、今日質問されたい人いないんですか、大丈夫ですか、じゃあ閉めちゃっていいんですねって言った時に、なんで僕が質問しやすいようにいかないと手が上がらないのかっていう部分なんですよ。勝負しに来てるんでしょ、勝負っていう。毎日勝負、毎日勝負。これ、お客さんじゃないんだ、皆さんは。お客さんじゃないっていう枠で来てるじゃないですか。磨いてくださいってことじゃないですか。だって、本当に勝負して描いてる人生手に入れるのか、それともそこを諦めて手も上げないのかって、それくらい極端な思考でいいと思いますよ。もうちょっと、自分勝手でちょっと伺った方がいいですよっていう人に伺った方がいいですってアドバイスするんで。絶対伺わなくていい。もう散々伺ってきてるから。はい、いいんですよ。ゼロしかやってないんですよ。100を知ることによって50を知るんですよ。ご自身にとっての。100の距離感まで行ったことありますよ、人に。自分の意見だけで100の距離感で伝えたことあります？あるんですか、はい、社員に。あまりにもひどい時は。あまりにもひどい時はね。でも、結果として今どうなんですか？我慢してたわけじゃないですか。そのしばらくの
期間は大丈夫なんですけど、はい、習慣化しないとダメですね、はい、別に社員を焚き付けようとかってそういう話じゃないんですよ。経営者として決めたことを曲げないように思っていることをちゃんと伝えて社員を追わない強さを手に入れていきましょうっていう話じゃないですか。私とあんな考え方違うんですね、だったら他社さんを探していただいて結構ですよっていうことを入れるために求人頑張るわけじゃないですか。私が思う会社なので私がルールを決めて作ります。あなたが思うルールがあるんでしたらあなたが作るのか、あなたが思う会社に入っていただいた方がいいんじゃないですかってことを強さとして言えるために求人を強くするんじゃないですか。自分の意思で生きるためにね。だからそのために僕に言うなんて楽勝じゃないですか、ね、僕に堂々と言えるようになったら誰にでも言えますよ、マジで。だから言えるようになりましょう。OK ですか？はい。で、これはちょっとね、壁で印刷一発みたいな感じの雰囲気なんで、ちょっとさっき言ったように広告出したいですね。インスタグラムだったりとか、何々機。Facebook で A と B と C、どれがいいと思いますかの最強ですね。はい。もう、お客さんに聞きながらコメントもらって、インプレッション上げてくるんですよ。あれ、コメントが、なんで最近僕が URL を入れない、YouTube10 万再生いきましたとか、1万登録いきました、その後1万5千再生いきましたって刻んでるのは、結局、北原やってるやつやなっていうことを、コメントが入ることによって、どんどん上に押し上げられるんですよ。URL いらないで、どれがいいと思いますかって、業種募集してるんだなってみんなわかると思うんで。市場に投げて聞きながらすでにそこで閲覧数を上げるっていう戦い方もいいですよね。どんどんいろいろやってください。はい、いいと思います。だからそれをやってみるっていう。で、ツイッターとかも、まあ、全然リツイートぐらいだったら書けるん でそれやってみたりとか、はい、まあ、ツイッターちょっと反応取りにくいと思います。反応っていうのがもともとエンゲージメントが高くないとリプ、コメントとかもらえないんですよ。フェイスブックの方が 相性いいと思いますよ。はい、多分もしかしたらフェイスブックにどれがいいと思いますかって言ってる段階でもしかしたら動くかもしれないですしね。そんな気がしません？うん、だからもっと思考を緩くしなきゃいけないんですよ。柔らかく。だからもう市場にどんどん投げてみる。どれがいいと思いますかって、まあ、コメントを操ってみるとかね。はい、もしですか、皆様フェイスブックつながってる、ね、なんでそれ言えるのに、それ言えるのに僕に思ってることを言わないの。いや、それ言えるじゃないですか。それでいいんですよ。そっちの方が可愛いですよ、魅力的すごく。はい、だそれ言いましょうよ。今の今日一良かったっすよ。いや、それでいいんですよ。経営者だけが唯一わがままになっていい存在なんですよ。社員ってのは決められないんですよ。働く人、お客様、働く場所、社員は決められないんですよ。経営者だけが唯一すべてを決められるんですよ。だから決めていきましょうって感じになってます。 OK ですか？はい、じゃあそんな感じで、じゃあそれでやっていきましょう。はい、もう今日は明日あげちゃってください。明日にはあげちゃってください。はい、Facebook 上にね。はい、はい、はい、ありがとうございます。